着実にあのビジネスがうまくいくっていう考え方を成田さんお持ちなので、なので僕はあの経営者としても成田さんのそういった考え方っていうのは結構いいなというふうには思いましたと。<music> Up 今日は2021年11月30日ですね、この動画では令和の虎202人目の志願者さんである成田健人さんですね、希望金額300万円に対して北側から100万円提示させていただいたんですけども、あの他の虎の方からは出ることがなくてですね、結果は残念ながらナッシングに終わってしまったんですけども、 あの成田さんですねあの、北側的にはかなり惜しいとこまで行ってたかなっていうふうに思ってるんですよね。でも100万円提示させてもらったこともありますけども、あのまあ、1人で300万出してもいいかなと、あのまあ、条件付きでオールにしてしまってもいいかなぐらい、ちょっと本当にあのもう一歩っていうような感じではあったんですよね。で、まあ、そのあたりですねあの、成田さんに対する北側の投資判断について、えー、この動画では語らせていただこうかなっていうふうに思ってますと。で、えー、その前にですね、ちょっと近況報告だけですけども、あの前回の動画であの、武田塾イングリッシュの 求人募集を開始しますよということであの求人の内容をボーンとこう、まあ、結構細かく説明させていただいたんですけども、まあ、結構不思議なことに言ってたらあ,、まあありがたいことにですねあの今の時点でもですねこの前回の動画2日前に上げた動画があの450回ぐらいしか再生されてないのに なぜか二人もですね、あの、ご応募いただけるんですよね。で、まあ、YouTube 見ましたっていうことでメッセージいただいてですね、あの、ご応募いただけるんですけども、まあ、なんでこんなに、あの、すごい確率で、あの、まあ、このグループホームのコンサルとかでもそうですし、コンサルコンサルとかでもそうなんですけども、本当この YouTube っていうこの媒体がですね、まあ、いかに反響が大きいかですね、もう本当、濃い方が見ていただいてるんだなっていうことを、まあ、 本当通感するようなです、ね、そういった経験,経験というかです、ね、そういう感覚になってますとはい、でもう2週,2週間じゃないしに、まあ、20日間ですね20日動画投稿が空いてまあそうですね、そういった意味でもあの見ていただける方がちょっと減ってしまったかなと思っているんですけども、まあそんな中でも本当あれですね、まあ、ご応募いただいてめちゃくちゃありがたいなというような。 はいいそういう状況になってますとで北側のチャンネルからもそうやってご応募いただいたりとかあとですね武田塾イングリッシュの役員でもありですね、まあ、武田塾イングリッシュでご一緒している森鉄先生ですねあの英語系の英語の勉強系の YouTuber としてもまあ 結構トップクラスの、はい、そういった方になるんですけども、その森哲先生のサブチャンの方でも、あの、まあ、北側のその新宿校のですね、まあ、新宿校もそうですし、あの渋谷校と池袋校も合わせてではあるんですけども、あの、求人やってますよみたいなことで呼びかけていただく動画を配信していただいたんですよね。なので、やっぱそちらもですね、あの森哲先生の方はもうがっつり英語を勉強してる方が、もう見られてる方、まあま、何万人なりですね、あの十何万人って見られてるような、あのそういった チャンネルになるので,、まああれですね、結構反響ありましたね、まあ、問い合わせとかもありましたし、はい、ご応募いただいた方も何人かおられたりでですねもうほんと森田先生にもありがたいなっていうようなそういった感じなんですけどもそれとですねこの収録時点も今これちょっと晩に収録してますけどあのー ちょうど丸1日前ぐらいのタイミングで、あのインディードに求人を出したんですね。で、その YouTube に出してた、YouTube で説明させていただいた内容と同じ内容のものを、あの1日前にインディードでもバンって上げたら上げたで、まあ、そちらの反響もかなり良くてですね、で、まあ、今のこのタイミングで、もうすでに20人を超える方がですね、ご応募いただいてますと。で、最初のタイミングで何人採用するかっていうのは、まあ、人数というよりはちょっとまあ、シフトもあって、まあ、そのシフトのコマ数的なものもあってですね、 前後するかもしれないですけども、まあ、最低でも5人ですね、えーでまあ、多かったら10人ぐらいを今回採用しようと思っているので、まあ、そういった意味ではあのもう何,何日かですねあの求人期間です、ね、募集期間というのを設けて、えーまあ、随時こう面談をしていきながら。 はい、採用していただけたらなというふうに思ってますんで、あれですね、あの、国籍不問っていうふうにやっててですね、採用させてもらうかわかんないですけども、国籍不問で募集してることもあって、結構外国の方もですね、何人かご応募いただいてるんですよね。なので、まあちょっとそのあたりも、はい、採用することになれば、あの、シェアさせていただけたらいいかなというふうに思ってますと。はい、で、それと、えー、あれですね、 園山牧さんの進捗報告ですね、えー、北川がですねあの令和の虎に登場したのが今年の,あの2月からなんですけどもあのなんかよく言われるんですけど、まあ、結構前から出てませんかっていうようなイメージを持たれてるんですけどもあの僕ってまだ1年間もまだ登場してないんですよね多分あのキャラが濃いというか顔が濃いからか分かんないですけどもなんかはいあの長いこと出てるようなそういうことをよ,よく言われるんですけども、まあ、たかだか今年からしか出てないんですけどその今年あそうですね僕が一番 一番最初に投資した方があのソラママ家さんですね、えー。配信順で言ったらあのスパイダーマンの方ですね。があの北川にとっては一番最初の登場回だったんですけども、あの実際にあのまあ、収録日のベースだったりとか。 まあ出資をしたベースで言うと、あのその山昭恵さんが一番最初になるんですね。で、その時のタイミングで、あのワンオンワンですね、ワンオンワンタイガーファンディングという形で、北側が1000万ですね、その山さんに出資させていただいたという、はい、そういった会があったんですけども、はい、あ、今、LINE をちょっと、あれですね、バージョンアップしちゃいましたね。まあまあ、これはちょっと <laughs>、はいおうおう、はい、おはい。で、えー、はい、それはちょっと置いといて、 はいあの園山さんに1000万出資してでそのそれからもですねまあ、毎月、ですね週、まあ、月に1回、2回はですねやり,とやり取りをさせていただきながら、えー、もろもろずっと進んではいたんですねでそ園山さんに対しては北1000万は1000万でまあ出資させてもらってオブザーバー的にはいろいろこうあの、まあ、会議とかですね会議に参加させていただいたりとかあの事業の進捗っていうのは随時あのご報告いただいたりとかでですね、えー、もろもろあの やり取りはさせていただいたんですけどもあ,のあれですね B2B の,あのビジネスっていうのはあの結構進んでたりするんですよねあの、店舗のプロデュースですね、今からあの、まあ、関空のところでですね根、えーまあ、山さんがプロデュースするお店ができるとかですよ、ね、ですねそういうあのお店をプロデュースするとか、どこどこの飲食店のメニュー開発をするとか、ですねそういうあのお仕事は結構つながるようになったんですよね。 ながるようになってビジネスがどんどんあのそれはそのビジネスとしてはあのどんどんあのいい方向にいってるんですけどあのなかなかですねあの皆さんにこうあの商品を見ていただけるというようなものがなかなかなくてですねなくてというかそれがなかなか形にならなかったんですよね。で要は47都道府県を安揮していくっていうようなそういった事業プランになってましたけども、まあ、その47都道府県を安揮していってそれを商品化したものをあのそうですね、えー これからあのゴーストレストランだったりとか通販で展開していきたいというような事業プランにはなってたので、まあ、そこの部分に関してはようやく商品化ができてですねで、えー、配信配信というかあれですねあのウェブサイトがようやく立ち上がりましたとでただですね本当は生みの,の苦しみじゃないですけどもあのこれあれですね概要欄の方に、はい、URL つけとくんでまた見ていただいたらいいんですけどもまだちょっと商品数が少ないんですよねなのであのまだまだはい 思ってるようなイメージの,あのサイトにはまだなってないんですけども商品体系にはなってないんですけども、まあ、とりあえずスタートが切れたかなというような状況にはなってますとで商品開発とかもですね、まあ、かなりの商品数が、ね、今同時並行で進んでいってるので、まあ、順次あの商品もアップされるかなと今あのウェブサイトは立ち上がってただ、まあ、見ていただいてもあのま,まだちょっと商品の,あの選択肢が少ないかなというような、えー、そういったところにはなってますけどもはいとりあえず一歩進んでいってますよと。 はいでまあ、ビジネスとしては、はい、だいぶあのいい形で進んでいってますと、はい、で僕もオブザーバーとして参加してるからちょっともどかしい部分もあるんですけどねあの、まあ、マネージメントをしていただいて園山さんとまた別でですねあのマネジメントをしていただけているその会社の方がおられてですね、まあ、その方とも僕もあのもろもろやり取りさせていただいているんですけども、まあそういったこともあってですねあの、まあ、僕が直接できないからこそ、まあ、もっとこうしたいなっていうの、まあ。 ないことはないんですけどね、<laughs> ないことはないんですけども、まあ、本当はあの、そのマネジメントしていただいてる会社の方にも、はい、すごく頑張っていただいて、ようやくこう形になってきたかなというところではありますと。はい、で、またあれですね、そういった、えー、それこそ、令和の虎の虎の応援サイトですよね、そういったところでもあの出していただけないかなみたいなことも、また岩井社長にお声掛けしていこうかなというふうに思ってますと、ちょっと次の収録でもお願いしてみようかなというふうに思ってますと。 はいでで、えー、そうですねで園山さんのそういった、えー、ビジネスの,そのテーマっていうのがあの、まあ、健康志向っていうようなことを、まあ、前面に出していかれてるんですけれどももともと飲食店をされてた時代からもそうなんですけれどもあのあれです、ね、白砂糖を使わないとか小麦粉を使わないとか添加物を使わないというあの健康を意識したそういった食事っていうものを皆さんに提供していきたいっていうようなことを、えーまあ、コンセプトにですね、えー、展開をしていっていかれてますと。はい まあ47都道府県も続々とまあ回ってはいかれているので、まだ全部は回ってないんですけども、かなりのエリアも回られているんですね、商品開発もはいどんどんスタートしていっているので、そのあたりもまた公表できたら、シェアできたらいいかなというふうに思ってますと。で、本題に参りますと、成田健人さん、希望金額300万円、北側の投資判断を語らせていただきますと。 はい。え、成田健人さんですね。どういった事業だったかと言ったら、平成以降の年代に特化した弾き語りバーをやりたいと。で、歌や演奏を楽しめる仲間を作りながら、男女がマッチングできる空間を作りたいっていうような、えー、ビジネスプランになってましたと。で、えー、まあ先ほども言った通り、結果は残念ながら、ナッシングになってたりとか、あの、ちょうど今日配信のですね、今日の配信された令和の裏のところでですね、あの、北川と成田さんの二人で話させていただいてるものがあるんですけども、 まあそこの今このサムネでも伸びしろが見込めないというようなことを書かせてもらってますけどもまあ僕自身がそういうような趣旨の発言をさせていただいてるんですけどはいまあまああのそのあたりの投資判断ちょっと語っていきますけどもえその前にですねえ成田さん成田健人さんですねえ青森県出身で今は東京在住の36歳の方ですとでえまあ印刷業ものあのもされつつもあれですねえこの 社会,社会人としての経験としてはネットビジネス関係が多いというふうに言われてましたかね、何社かあの渡られたということですけれども、ネットビジネス系を何社か渡られて、今はそのネットビジネス系の会社をご自身でされてると、はい、個人事業者でされてるというようなお話でしたと、はいでえー、希望金額は投資で300万円、はい、でリターンの内容は何かといったら、利益ですね。 はいえー、お店を今からするので、えーそういその利、お店でもたらされる利益の25%ですね。で、それがどれぐらいのものになるか、はい、成田さんがどれぐらい想定されてるかっていったら、えー、想定は月60万円の利益だと。じゃあ、60万円の25%だから、15万円を毎月、えーまあ、リターンをするっていうようなイメージにはなってたというところですね。 はい。で、えー、これがですね、まあ、期間の想定がなかった気がするんですね。ちょっとまあ、間違ってたら申し訳ないですけども、あの何、何年までとかっていうようなこともなくですね、えー、はい。で、あと2店舗目、3店舗目を出しても、そちらの、あの、利益も、はい、あの、リターンいただけるみたいな内容にはなってたかと思いますと。はい。で、えー、ただその、60万円の根拠っていうのは、どこから導き出されてるかって言ったら、えー、売上月の売り上げが147万円を到達したら、 えー、60万円の利益になるんだという話でその147万円の売り上げというのはど,どうやって導かれるかといったら1日7人が2回転して、まあ、14人の方が来られてで、えー、客単価が3500円でそれが30日あるから147万円だと,、はい、というような計算にはなってるんですけども、えー、それの、はいまあ、まあさらにちょっと細かくですね、えー、席数は15席を まあイメージされててその15席の中で半分ぐらいが埋まるかなで半分が2回転するっていうようなイメージのようですとでその2回転する時間、まあ、営業時間というのが18時からまあ1時晩の1時なり2時まで営業するっていうようなスタイルになってますと。 でえー、このメニュー体系ですね、はい、料金体系というのが、チャージ料で1000円をいただくという話になってましたと、でこれがあの、まあ、ちょっと虎からも、ですねトム・ハッピーとかからも、んというのがありましたけどもあの、時間無制限になってますと、チャージを1000円払えば、時間無制限でずっと入れると、6時から来て1時までですね、えー、ずっとも入り浸ることも可能だと、はいでそ、その中で飲み物は500円から600円、であとフードの持ち込みが OK。で と、えー、いうことを言われてたんで、まあ、そうなると1人が45杯飲まないと客単価が3500円にならないので、まあ、これ大丈夫なんですかっていう話ですね。はい、でというのが、まあ、北,側も北側の場合はまあいたら5杯ぐらい飲むんですけど ただ杯もの、4杯5杯飲む人って結構、あれですよね、あの少数派だと思うんですよね。でなので、まあ、本当に客単価3500円いくかなとで、2回転を想定して3500ということで言ったら、まあ、言ったら18時から25時ですね、えー、7時間の営業時間の、まあ、3.5時間なりで数時間の中で4、5杯飲みますかっていう話ですね。 まあ、なかなかのハイペースで飲まれてる方でましてや歌を歌ったりとか多分手をたたいたりとかするようなあの、まあ、そういったあの空間になると思うのでなかなかコップに手をつけるっていうことがあの少ないですよね、はい、少ないようなそういったあのスタイルにはなってるので45杯も進むかなっていうのがちょっと、はい、うんっていう部分はありましたと。でそれと、まあ、どうせだったら フード持ち込み OK ってするのも、まあ、からなくはないですけどね、あのご飯を作らないといけないとかですね、在庫を持たないといけないっていうこともあるんで、まあ、なのでそういう意味でフード持ち込み OK っていう風にされてるんだと思うんですけども、まあ別に缶詰バーとかでもあるじゃないですか。なので缶詰とかでもいいから、まあ、ナッツ系とかだったらまあ置いとけるじゃないですか。なので、まあそうやって、まあ保存も効いても、パッと出せるようなものだけ置くだけでも、まあ別にいいんじゃないかなとかですね、ご飯を食べに来る場所じゃないんだったら、まあ、 飲み物に合う何かですね。むしろその何かがなかったら、フードが全くなかったら、あのお酒もまだ逆に進まないじゃないですか。まあ、そういった意味でも、まあ、軽くつまめるものぐらいは、まあ、置かれた方がいいかなっていうのは思いましたと。まあ、そしたら3500円は、まあ、行くかもしれませんねっていう感じですけども、はい、まあそういうような、はい、想定はされてましたと。 でその成田さん自身が今すでにあのネットのビジネスをされてるんですね、ウェブ関係のビジネスをもあの立ち上げられてて、でまあ、それなりに成果を上げられてるという方だったので、なぜそのネットネネネッットトでビジネスネットのビジネスで成果を上げてる方が実店舗をやっていくんですかと、はいでまあ、ビジネスを転換されるんですかみたいな話もありましたと、いやでそれは違うんですということで、今のネットの既存のビジネスにプラスして、えー、今の実店舗の経営、 ネオフォーク酒場という,うな言い方をされていましたけどが、まあ、そういった弾き語りバーをあの自店舗で経営をプラスでされるんだという話をされていましたとでそうなったらあの時間的に大丈夫なんですかというようなことは、まあ、シンプルに疑問に思いましたと。で えー、だったりですね、まあ、大丈夫だと言っても、あの、既存事業優先で、まあ、おろそかになることはないですかと。はい。ウェブ事業はもともと利益は出てる。で、このネオフォーク酒場に関しては、今から利益出るか分からないっていうようなものに対して、どこまで本気でですね、あの、時間をかけ続けることができるかって言ったら、まあ、なかなか、 大変かなというふうに思ってますと。はい、思いましたと。で、えー、なのでそういう質問も飛びましたけども、まあ、ただ回答としてはですね、まあ、夜の時間がどうせ遊んでしまってると。なので、今までと時間の使い方は変わらないから大丈夫だと。はい、まあ、ちょこちょことですね、あの、飲みに行ったりとかもしてるから、なので、まあ、そういった飲みに行く時間、よそに飲みに行く時間を自分のお店で飲むだけの話だっていうこと。なので、そのあたりは、まあ、大丈夫だっていう感じですね。はい。で、 まあ結構僕はですねこのネオフォーク酒場の事業に関してはいけるなっていうふうに思いましたとで。本編でも語ってますし、その令和の裏、今日配信されている令和の裏でも語ってますけど、まあこの事業、僕結構いけるって思うんですよね、はい。なんなら僕結構好きなタイプですね。で、えー、それもですねあのすでに流行っているビジネスを絞るっていう、あの今回は平成以降の曲に縛ったですね。平成 以降のの曲縛りの、えー、そういった引き語りバーということですけども引、はい、き語りバー自体はそのフォーク酒場みたいなあのそういったものっていうのは結構流行ってるんですよね巷では流行ってて、まあ、好きな人は好きで結構あの足しげく通ってる方は多いですとで、まあ、僕は別に足しげくは通わないですけども、まあ、その雰囲気としては嫌いじゃないっていう、はい、そういうタイプですけども、まあ、好きな方は好きだっていうような、はい、そういったニッチな ははいいそういった形態ではありますとですで、まあ、にフォーク酒場だったりあのバンラーですねあの、まあ、バンド生バンドをでですねあのカラオケが歌えるみたいなそういったお店もあるんですよね実際にあるので、えー、まあそういったところも,もうすでに流行ってるものがあるのでその流行ってるビジネスを絞るっていうニッチなものに対しさらに絞る、はい、昭和歌謡の禁止昭和 火曜局の禁止、平成以降限定の弾き語りバーだっていうことで、まあそういうコンセプトとしては僕はいいかなというふうには思いますと。はい。まあ今既存のフォーク酒場もバンカラも別に年代とかは別にどこでもいいんですよ。っていうようなものはいっぱいあるわけですね。ただ、ここからここの世代じゃないとうちはダメですっていうようなコンセプトでやってるところは少ないかなというふうには思ってますと。で、えー、あとですね。 今、成田さんがお住まいのところが錦糸町らしいんですけども、たまたまその錦糸町っていうのが、あのフォーク酒場が多いみたいですと。 はいまあ、要はこの世代を問わない、まあ、どっちかといったらあの昔ですね、まあ、昭和歌謡が流れてるようなそういったフォーク酒場が多いというような話がありましたとだからこそですねあの成田さんのようなですねそういった平成以降の歌に、まあ、馴染みがあるその若い層のお客さんはちょっと古い歌ばっかりあの流れてきてですね、まあ、おじさんたちがですね歌われても、まあ、それたまにはいいんですけど、まあ、ずっとそればっかりだったらあんまし面白くないかもしれないから だから若い層の方だけのためのそういったあのフォーク酒場、ネオフォーク酒場があれば面白いんじゃないかっていうことなんですけど、これは本当に僕は面白いなと思いますと。はいまあ、僕も近くにあったら行きますねっていうぐらいの、はい、そういったものにはなってるかなと思いますと。で、えー、結構ニッチなんですよね。もともとの弾き語りバー、フォーク酒場とかバンカラっていうのも、まあ、相当ニッチな分野ですけども、ニッチでもう すでにお客さんが集まってるところをさらにニッチな分野に絞っていくっていうのは、あの、これはすごく、あの、ビジネスの戦略としては僕はすごくいいって思うんですよね。で、ターゲットも絞って、で、しかもエリアもちゃんと絞って、で、あの、ご自身でですね、まあ、ウェブ、ウェブ関係のお仕事されてて、SEO も得意だってことなので、そういった SEO で集客をするってことも、かなり効果を発揮しやすいかなと。エリアなりターゲットなりってなったら、あの、検索するワードとかもですね、その趣味思考っていうのが結構偏ってる方、 を集める形になるので、あの、ウェブ集客には結構向いてるんじゃないかなというのは、まあ正直思いましたと。はい。検索数は少ないんですけども、あの、その検索される方の濃さですよね。はい。まさにあの、北川徹平チャンネルを見てる方がどれだけ濃いかってことも北川自身感じてますけども、あの、そのネ,ネオフォーク酒場に該当するような検索ワードを、あの、検索する方も濃いんだと思うんですよね。なので、そういった意味では僕は新規集客もそれなりにはいけるんじゃないかなっていうのことは、 はいなんとなくイメージはしましたとはいでそれとですね成田さんかなり事前準備頑張っておられましたとで、えー、YouTube チャンネルをあの新たに開設されてて、はい、運用されててでそこにですね令和の虎に出るためにもうその当時ですねその過去1週間その収録時点から1週間前の その1週間だけでですね、数十本ぐらいあの動画投稿されてたんですよ。ご自身で歌を歌われて、それをバーッと上げられてて、でも一気にバーッと上げてるから、まあ再生数とか、あの一桁や1十,十何人っていうか、 十何回みたいなそういった動画ばっかりでしたけども、まあ、それでもですね、あの、要はこういう形でやっていこうと思ってるんだっていうことで、あの、イメージがしやすくなったんで、あの、今後こういう形で SNS 戦略をやっていくんだっていうことを、もう実際に YouTube に投稿してしまってですね、で、あの、見せていただけたっていうのは、僕の中ではすごくプラスでしたし、で、あとですね、 あれですマッチングアプリで女性を探すっていうことをあの資料の中に書いてあったんですよ、そういう事前準備をしてきたということを書いてあってあの、まあ、僕はてっきりスタッフを探しにあのマッチングアプリを活用されたのかなっていうことであの質問させていただいた場面があったんですけども、あのこれはあのお店のターゲットに合う友達、女友達を探す、ですね友達探しじゃなくてこれ、女友達をあの探す、えー、そういった。 はい、ためにマッチングアプリを使ってたっていうことなんですけども、あの、これがですね、まあ、スタッフ探しかと思ってたっていうのが、あの、このネオフォーク酒場っていう形態自体が結構俗人的なお店になるんじゃないかなっていうふうに思ってるんですよね。で、えー、成田さん自身は、 アルバイトの方、まあ、配膳なりですね、まあ、飲み物作って出すぐらいのアルバイトの方は雇うんですけども、いわゆるマスターは作らないっていうことを言われてたんですけども、で、じゃあ、成田さんどうするんですかって言ったら、成田さんは別に仕事は出ない、別にあのカウンターの,あのスタッフ側に立つことはなくて、客席側で成田さんも飲んでるらしいんですよ。なので、15席ある席のうちの1つに、成田さんが基本的に、まあ、仕事終わりの成田さんがいる。 お店になるらしいんですよねで、まあ、それはそれでいいんですけど成田さんのコンセプトでお店作ったらいいんですけどただただですねそのまあそうですね平成以降のそういった弾き語り場というコンセプトとは言いながらも言いながらもあのおそらく本当にコアな方が集まるので趣味が合う方同士が集まるっていう空間になるので話が弾んでいくと思うんですよねっていう中で まあ、オーナーが客席にいるから、まあ、そこで,、まあそうですね、そのオーナーの成田さん自身がマスターみたいなそういう呼ばれ方をするようなポジションになるのかもしれませんけども、まあ、そのマスターが誰になるか誰が主軸でやっていくかっていうのが結構大事な形態のお店になるんじゃないかなというふうに思ってましたと。であの令和の裏では北側の方もちょっと溢れてる部分あるんですけどもあれですねなのでそのマスターであるとか あとはこれがですね、弾き語りをする、ギターを持って弾き語りをしてくれるのが、例えば30代前後の,あの女性の方が、ですね、きがあのギターを弾いてくれて、お客さんどうぞ歌ってくださいというようなお店にするんだったら、これは相当流行るだろうなとか、ですね。まあ、ただそれは成田さんがしたいお店じゃないだろうなと思ったんで、あの本編なりですね、のやり取りでは質問はしなかったんですけども、まあ、そうやってやる方さえがやればコンセプトがいいんですよ。ネオフォーク酒場、平成以降縛り、 これすごくいいと思うんですよ。で、あの、ギターを弾いてくれてお客さんを歌ってくださいっていうような酒場だったら、それはそれで盛り上がると思うんですね。好きな方は盛り上がると思うので、いいと思うんですけども、要は誰がやるかっていうのがすごく重要になってるかなというふうに思いましたと。で、成田さんがやるわけでもない。で、アルバイトは配膳するだけ。じゃあ、これどうまとまっていくんだろうなっていうのがちょっとふわっとしてて、ちょっと、うん、まあまあ、あの、イメージが、そこの部分がイメージできない部分がありましたと。はい。 でまあ、成田さんが、まあ、そういったマスター的な形スタッフじゃないとしても成田さんの空間にそこはなると思うんですよねほぼ毎日成田さんがいるってことなので。 ただその成田さん自身のフォロワーはまあ約40人だっていう話があったりとか、あとそのフォロワーのうち来店はどれぐらいの方来られますかって言ったら3、4人だっていうような話をされてて、じゃあそれじゃあ集客心配じゃないですかと。その3、4人だって足しげか通う3、4人じゃなくて、あの一回顔出してくれる可能性がある3、4人なので、まあなのでそういう意味では今後の集客大丈夫ですかっていうような話はあったんですけども、まあそれでも北側的にはまあ大丈夫かなと。まあでもいいんじゃないかなと思いましたと。 はい、まあ、ということで、北側の投資判断なんですけれども、はいあの、先ほどから言うように、ですね弾き語りバーをさらにニッチな分野に絞っていくネオフォーク酒場、これはもう結構流行ると思いますと、好きな人は好きだから、15席だったり、1日15人、平均まあ10人前後来たらいいんですよね。っていうのは それはそそれれで流行ると思いますねそれなりの人口もいるところで、ましてやあのフォーク酒場がある中で、ぎゅっと絞ったネオフォーク酒場ですね、あのまあ、僕はそれなりに流行ると思いますと。はいでえー、これぞです、ね、まさにプロダクトアウトですね、北側がいつも言ってるプロダクトアウト、中小企業ならではの戦略のやり方を、成田さん自身も、まあ、実践されてるんですよね。でも、流行ってるところにマーケットインをしてお、全く同じことをやるっていうあの形。 はこれは強者じゃないとですねあの強いあの企業じゃないとなかなかそれがうまくいかないんですよただ弱い企業、まあ、中小企業弱者の企業っていうのはやっぱりこういう形で新しい分野を作ってそこでナンバーワンになっていくっていう、はい、そういう形を作っていけばいいとネオフォーク酒場の形態でナンバーワンになる。で ひょっとしたら全国探せばそういう類のものがあるかもしれないですけども、少なくとも錦糸町にはないわけですよ。なので、錦糸町でのネオフォーク酒場ではナンバーワンになれますよと。だって、まあ、言ったら一つしか店舗ないからですよね。なので、それを求めている方がいたら、あの要は、もう、がっちりですね、がっちりグリップできるようなそういったお店になるので、まあ、そこで流行らすことができればっていう、これぞ、あの中小企業ならではの戦略になってますと。はい、そういった意味でも僕はいいなと思いましたと。 であとですね成田さん自身の趣味を仕事にされてるってことからもまあ十分に継続される事業にもなるでしょうし。 あと、ですね、まあ、そこまで15席でですねそこまで大きな箱でもなくてあと、日々飲み代、まあ、飲み歩いてるってことなので、まあ、あの散々飲み歩いてるかどうか知らないですけども、まあ、ちょこちょこと晩の時間を飲んでるっていう話なのでその飲み代が家賃に変わった自分のお店を持てばですねそこに飲みに行くんだったら家賃に変わったって思えばあの自分の出費も多分あんま変わらないんだと思うんですよねなのであのそういった意味では最初は客数が少なくてもまあ OK じゃないですかっていう話ですね。 なのであの顔出しで根気強くですね顔出しをして今はあの YouTube とかでも配信されてても思うんですけどもあのギターを弾いてるあの、まあ、その絵しか映ってないのであのちゃんと成田さんの顔も映した上でどんな人が歌ってるかとかですね、えー、そういったところも含めてあの、まあ、顔出して根気強く発,発信していくんだったらまああれですねあの来られる方は来られるかなっていうような感じはしますと。 はいで、えー、あと、それとですね得意な SEO でですね集客をしていけば新規の流入っていうのは見込めるんじゃないかなとはい成田さんと波長の合う方はきっと集まると思いますよとで北側的にはあの成田さん自身があの、まあ、まさに青森出身っていうのがすごくぴったりな、はい、青森のイメージあの青森のダンスのイメージのそのままの感じで、まあ、本当はあの嫌いじゃないお人柄という感じですねもうはいなんかいい,いいキャラクターだなと思いましたね。でえー あと、あれですね、来店してくれる人何人ぐらいですか、ご自身のフォロワーの中で。まあ、3、4人ですかね。で、この回答に、仕事関係の方をカウントしなかったってこともすごくいいんですよね。はい。で、それがですね、あの喜ばれない方へ無理に声をかけないっていうのが、このスタンスめちゃくちゃ大事だと思うんですよね。 あの例えば YouTube チャンネルでも僕はあの「チャンネル登録お願いします」とは言わないという話も動画上げてますけども YouTube チャンネル、まあ、YouTube 作ったからチャンネル登録してねって興味がない人にチャンネル登録をさせるとか、まあ、Facebook のグループとかなんかあれですよねチャンネル作ってもですねページ作ってもなんかいいね押してとかですねそういう興味がない人に何,何かを勧めても何の意味もないんですよねお店ができたからってあんまり興味がない人をこう来店していただいて。 でも、あまり意味がないので、興味を持っていただける方だけに声をかけていく、興味を持っていただける方が来てくれたらいいっていう、このスタンスっていうのは、あの、これでちゃんと継続していけたら、僕は、あの、着実に、あの、ビジネスがうまくいくっていう考え方を、成田さんお持ちなので、なので僕は、あの、経営者としても成田さんのそういった考え方っていうのは、結構いいなっていうふうには思いましたと。はい。で、えー、まあ、最初はスロースタートになると思うんですよね。 なので、あの正直あのリターンも月15万もないですし何ならもう当分ゼロでしょうねだとは思うんですけども,あのもう本当に根気強くご自身でされるというような話になるんだったら あのいずれリピート客は増えていくでしょうとでえそう、ただですね、リピート客が増えていっちゃうと、今度は新規の流入ができない、見込めないということで、あの将来的にはウェブの集客の,そ,のそういった強みが生かせなくなるかなと、はい、15席しかない中で、まあ、5人、6人、7人って、1人ずつリピート客のがどんどん増えていけばいくほど、新しい方入れにくくなっていきますよね。そそこで 5, 5人6人7人6 7って出て出きたその 来ていただけるそのリピーターの方が3,500円を毎日払う方じゃないかもしれないですね。っていう風になってくると、はい、あの売り上げもそこまで見込めないですしなかなか事業展開っていう意味では難しいのかなとか。か でむしろ成田さんもいない。で、まあ,あの、そうですね。マスターもいない。成田さんもいないっていう2店舗目っていうのも想像ができないですし、まあそういう意味ではビジネス的な伸びしろはないかなと。はい。っていうふうには思いましたと。ただ、あの考え方は、はい、経営者としての考え方は素晴らしいですし、本当にやり方次第なんですよ。ひねり方次第ではあの、どうにでもなるというふうに思ったので、まあ100万円だったら出してもいいかなっていう感じだったんですね。はい。 えーまあ、そういった思いで100万円だけは提示させていただいたと、はいえー、そういった会議になりましたと。で えーまあ、成田さんはです、ねまあ今日の時点でもまだあれですね開店なりオープンはされてないんですけれどもあの、別に令和の虎のお金がなくても、ご自身、まあ、ビジネス今もされてて、ですね、まあ、お金はないことはないんだということで、まあ、どちらにしてもあのオープンされるということだったので、ま,あ、またあれですね、錦糸町です、ね、墨田区でしたかね、墨田区錦糸町ネオフォーク酒場の、まあ、平和という名前でされるらしいんですけれども、まあ、これがですねもうオープンした暁には、あのまた北川徹ペチャンネルでもまたあのこうやってお伝えするんで、まあ、ぜひですねあの北川と一緒にあのここをです、ね、飲みに行けた いいなと思うんんででまた皆さ楽しみにし,しましょうと楽しんでいきましょうと、はい、東京近郊の方はですね、えー、集まっていただいたら面白いかなと。はい、で、えー、成田さんのギターでですね北側も何曲か歌いますんで、えー、一緒に行きましょうっていうことで、えー、その時は皆さんもぜひとも行ってらっしゃい。